やばかったな、ジュワルド虫眼鏡だ。これ多分なんですけど、アニメあるあるで、私昔からすごいメカが好きで、お父さんが目を離している隙にガレージの車を全部分解しちゃってジーヤに怒られたことあるんですよっていうキャラいる気がしますよね。ここにゴーグルつけてるやつだ。そう、大体汚れてるよね。困った時にもうメカっていう何でもありなものを急に提示してくれるさ、便利なやついるよね、多分、はい、ロボ作っちゃうからね。スパナで何でもできるから、あいつ絶対ドライバー使わないからね。まあそれは関係ないんですけど、車を全部分解しちゃったってところの話を引っ張り出す。僕たちが本当にあのお家にあるねエスティマとかを分解しちゃったら多分殺されるのよ。感動もんだよね。自分たちでお金を稼げるようになって、まあ自分たちで買ったもんだったら分解遊びをしてもねいいんじゃないかなということで、もう今までやりたかった全部分解しちゃいましたをやって夢を叶えましょう男の子の題して分解王でございます。あの分解一番できた人が勝ちなんですよ。家から何か1個ね持ってきていただきましたね。何か持ってきました、持ってきましたよ。でそれを分解してって1パーツ2パーツってこうパーツの数を数えていきますね。こう何かと何かがこうビスで止めたとするじゃん。外します、ネジが1、外れた1個が1、外れた1個が1って感じで、もうそれだけで3つパーツができる。あの一番多かった人が勝ちなんですけれども、だとするとじゃあみんな車持ってくるよって話になっちゃうんですよね。まあそうね、大きければ大きいほどパーツは大きいはずなんで。そうだね。30分。うわ、結構短いっちゃ短いですよね。そう、分解しきるまでいくのか。まあ我々は本当に分解童貞なので、バコまあ、ダメです。あー、分解なんだ。これはね、破壊なんですよ。ちゃんとした人がやれば元に戻せるものにしなきゃいけない。あ、そうそう、お前説明うまいな。そういうことよ、すまなして。僕ね、ちょっと一応どうしよっかなって感じなんですけど、はいはい、頭の中で想像して塩最強じゃんって思ったんです。でもなんかおもろくないから、ちょっとそっち寄りでなんかないかなと思って一個持ってきたんですけど、それ微妙だなってなったらスタジオにある機械なんか別で分解しようかな。やめてください。試しに一回持ってきていい？そうですね。ガンプラね。もうパチ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 30分やって、もうすごいパーツだけ並べようかなと思ったんですよ。だからそれちょっとどうなのかなっていう。もう別にルール上グレーゾーンというか別にいいですけどね。いや、それはやばい。まあだから哲也君はその分解の楽しみがワンパターンで悪くから、じゃあ次梅丸さんも持ってきてもらって。じゃあ持ってきます。僕が持ってきたのはこちらです。はい、出た。DJ ブースですね。なるほどね。はあ、いやでもちょっと待てよ、これ開けたら中でっかい基板1枚あるよ。うわ、まずつまみとかもね、これ結構数数えれるんじゃないかな。確かに。で、あとね、単純にどうなってるか気になる。あそうです、結局ね、我々のモチベーションはそこなんだよね。このやつ持ってきます。お願いします。あー、なるほど。おー、はい、これは本当に、まあ、いらなくなっちゃったものというか。空気清浄機ってなんかどうなってんの？これ怖くない？ちょっとなんか少なそう、 めっちゃ少なそうな雰囲気あるよ。ん？まあシンプルにあのぶっ壊れてた DVD プレイヤー。なるほど。いや全く同じだからちょっと変えよう。見た目だけじゃない？俺がさ、もしねこれ微妙だなってなったら変えようと思ったさ、何の行き場も失ったさこいつなんです。そう、タッキー洗濯機、タッキー行きましょう。あー、すごい、すごいわ。カメラの数が1台増えましたね、これ。というわけで、じゃあちょっとここだと場所あまりにも狭すぎるんでばらけてやりましょうか。はい、いきますかい？いきますか。30分ね。30分スタート。あー、よいしょーよいしょ。1個目の分解、この AC コード、これでてちゃんの首を絞めて、なんでやねん、殺す。やばい、梱包。そしててちゃんを分解、てちゃんの大腸じゃね、草大直線。はい、2、やばい、めっちゃ辛い。 DJ ブースのネジ、とりあえず外角に見えるネジを全部外していく。すごいな、これなんかテープみたいなもんです。ハサミハサミハサミ、この上のネジが全部外れたんでガポイいきます。えっ、ガーッ。まあまあそうだよな、そりゃそうか。この中身見たことあるわ。それは知ってる。めちゃくちゃ見たことあるよ。未知の部分みたいにやっちゃった。ああ、何この茶色。潤滑剤みたいなやつでしょ。ああ。グリス？うん。それほっぺつけた方がいいよ。くさあ、だったらゴーグルだろ、なんてシルクアートなんだ。俺は一旦ね、袋から全部パーツを取り出す。ここから。これだけでも一応一つのパーツではあります。待てつや、じゃあ今のゼロでは？え？意外となんか、すごいシンプルだな。でも作れちゃいそうだな、これ。すごくいいんだ。ああ、ね、はい、いや、マジで DJ ブースのネジクソかて、指がもう終わった。くっ、すべて、パカッ。
うおー、こうなってんだ。めっちゃ基盤じゃん、でかい。あ、終わったよね、前。いや、でもネジめっちゃついてるから。クリスマス、俺のジェロも立ちがない。いや、マジこのネジ全部かてえな。ぜあ、どれがゴミでどれがパーツか分からないだ。終わった、1枚終わった、1枚終わった。このシート1枚でなんとこんなパーツが取れました。すごい。ハロくらいの強調じゃない今。細かすぎない、これヤバくない、これ。何それ、落とし用被害じゃん。すごっ。何それ、わけ分からない。これ、いらっ、待って、待って、これどうやって取んだ。ドライヤーとかじゃない。何このワセリンみたいなもの。顔に塗るやつ。あれも塗ってるわけじゃないからね。誰が死んない進化や。ビリビリビリ。このペンチを使って回してほしい。やばい、当てた当てた。おい、いくわ。今緑シート2枚ね、今日やり終えたんだけど、僕の一番お気に入りのパンクが何？何それ？これ。この何？これ何？なんかすごい声が聞こえる。うわーって。重い。あー！うわー！びっくりした。形やばいこと。やべえ、マジで今の。どうなってるこれ。すごい洗濯されて綺麗になっちゃう。親指やった。え、大丈夫？分解破壊じゃない？あ、残り14分です。早っ。カメラなんて気にしてきん、気にしてない、ね、いや、マジでネジ外すのだるい、もう指痛い。電動持ってこれよかった。確かに。やばい、変な形のネジ出た。え、でかい、あるある、変な形のネジ出た、変な形のネジだ。終わった、外せない、ここは。iPhone にもこれに苦しめられたな。星型ネジとかあったよ。出た、これ。そういうことか。やばい、もうあと7分。やっと取れた。こいつに何分苦しめられたか、この丸にな。なんだこれ。このここ金がいる、ここ金が。わかる。これをひねる金がいる。くそ、指がもう死んでるよ俺は。このパーツだけを。パイロットだ。パイロットだ。ちょっとだけ切らなければ。取れた、そういうことか。なるほどな。きたー、フィーバータイムじゃ。ここに、そう、何の上り下りもね、つまんねえ。このベアリング、俺が勝ち。あ、残り40秒。ちょっと早く行って。ごめん、俺も集中してたから。ごめんね。空気清浄機あんたてじゃなかった。大蒸気か。残り。あ、だめだ。どうぞ。あ、いいと思ってる。5、4、3、2、1。終了。富士壺が、ああ、そうだ。全然終わらない。じゃあ一旦皆さんの軽く片付けというか、うん、机の上パーツだけにしますか。はい、はい、集計タイムでいきましょう。はい、玉入れ方式で一個ずつ、まあ別にしていくっていう感じですね。いきまーす。はい、一つ、どうも、スタート。スタート。いや、これ何これ。3つ。3つ。はい、ネジ。5つ。はい、ドロンドン。37。ドドン。38。ドドン。39。ドドン。40。41。ドドン。42。ドドン。
129、120、121、122、123、179、ダブルパイロットでドン終了。終わったー。やったー。ダントツじゃん。ちょ、皆さんお気に入りの部品持って集合してください。あーよいしょ。あーいやー、お疲れ様でございました。お疲れ様です。いや楽しかったですね、普通に。いやー楽しかった。結構途中喋れてたか分かんないもんね。ね僕ちょっと途中で言ったんですけど、はい、こちらですね。何これ、これ何何これ。はいいね。このパーツを見てもらっていいですか。はい、ちょっとどうですかこれ。え、なにこれ。うわいい。ここのこれいいよね。ここいいね、ここね。ないと困るでしょうね、これね。これいいパーツです。これ Wi-Fi 繋がっちゃうんだよランケーブルこれ。ここのパーツはこれですね。あら、あ、これ押すやつ。9です。9です。いやー、いいですね、これ。すごい。これを押し込むことによってまあ、基盤になんかね、刺激がいって、うん、曲が始まったりするボタンなんじゃないかなと。へえ、あ、うん、こんなんなってんですね。なんかね、ただの四角かと思ったら違うんですね。しぶりさん、お気に入りのパーツはなんか。ああ、じゃあちょっと持ってきますね。はい。あ、違うんだ。違うんかい、これ。それじゃないんかい。これなんですよ。ここを取りたかったんですよ。うわー、ベルトね。ここ。うわー、いいね。ここがね、一番中枢部分で、これを頑張って発想としたんだけど、無理だったっていう。すごくない？どうやってさ、こんなに僕たちさ、余裕ないというかさ、外そうと思ったらコートつながってるみたいなのにさ、どうやって作ったんだろうね、と。組み合わせやばいよ。やっぱ楽しいというか、のものを壊すのもですし、逆に直すのもね、このパーツ見てなんか組み合わせたいと思うもんね。普通に新しく買ってなんかやろうかなと思ったの。丁寧に組み立ってるんだな、しっかりね、ガチガチにはまっててね、事故ないようになってんなっていうことを学びましたんで、本当にね、あの、そういうところで働いてくださってる方には感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちはこんなものをぶっ壊してしまいましたけどね、あの、カメラ外でしっかり直して元通り使うんで、うん、あの、本当ですよ。またいつかね、東海オンエアが死ぬほど金持ちになったら、哲也の車分解しよう。え、それまで、ちょっとお待ちください。はい。というわけで、楽しかったでございます。はい、また次回の動画でお会いしましょう。